さあ試合再開となります。攻守方向変わりまして三重ファイヤーバード、画面向かって左から左、右に攻める格好でサーダウンセナインの状況で試合再開です。さあパス成功。クォーターバック9番ショットガンフォーメーションからワイドレシーバー32番にパス、見事これは通りましたが、しかしわずか1ヤード更新になっておりません。フォースダウンとなります。さあそのままプレーをします。三重フォースダウンギャンブル。さあこのプレーの判定はどうなるでしょうか。ハリーアッププレーでそのまま一気にクォーターバック自ら中央突破を図りましたが、この審判の判定を待ちます。さあこのプレーの判定は審判団によって協議されております。その判定を間もなく下されます。ディフェンスに反則がありました。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入するという反則です。これはオフェンスチームあえてハリーアップさせ、ディフェンスの、オフサイドを誘発しました。このオフサイドトラップにより攻撃権5ヤードの抜体を得る形になりまして、攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファースター。サッカーにもありますがアメリカンフットボールにもこのオフサイドトラップがあります。これが見事決まりまして、三重ファイヤーバードファーストダウンとしました。三重攻撃権更新、相手陣40ヤードからファーストダウン10、インターセプト、ターンオーバー。ここで三重まずタイトエンドのパスプレーから入りましたが、このパス見計らってベアーズ26番見事にインターセプト、攻撃権ダッシュとしました。攻守交代、ターンオーバー。素晴らしい対応でインターセプトしました。クラブベアーズ26番は真当たり、大阪経済大学出身のプレーヤーです。さあこのインターセプトにより攻撃権ダッシュしました。クラブベアーズ自陣38ヤードからの攻撃に入ります。クラブベアーズファーストダウン10。さあまずクォーターバックのワンプレー、クォーターバック3番ハンドオフェイから自らキープ、相手のディフェンスの裏をつくように約4ヤードのゲインを果たしています。クォーターバック3番は吉田、江南大学出身。クラブベアーズ自陣42ヤードからセカンドダウン6。インターセプト、ターンオーバー。今度はベアーズのパスを三重がインターセプトしました。先ほどそのパスをインターセプトされた28番、今度はインターセプトを仕返す形で攻撃権ダッシュです。三重ファースター、素晴らしいインターセプトしましたが、三重ファイヤーバード28番の夏目、愛知学院大学出身、チームのバイスキャプテンがここで意地を見せました。これにより攻撃権は三重ファイヤーバードに変わります。ボールオン相手陣45ヤードから三重ファイヤーバードファースターテン。中央へのランプレー、ハンドオフからランニングバック7番右オフタクロ突進、スピードに乗って約6ヤードのゲインとしています。キャリア7番は金沢、兵庫県立大学出身。三重ファイヤーバード相手陣
38ヤードからセカンドダウン4。パス成功。ファースター、クォーターバック9番、ショットガンフォーメーションからワイドレシーバー82番にパスを通しまして攻撃権更新です。三重ファイヤーバード、ファースター、パスを投じたクォーターバック9番は日光、北海道工業大学出身。取りましたワイドレシーバー82番は荒川、和歌山大学出身。荒川もこの試合から加入の電撃参戦プレーヤーです。三重ファイヤーバード、ファーストダウン10、ボールオン相手陣33ヤード。さあフルバックのダイブプレー、相手タックルをすり抜けるようにこのダイブプレーにより約4ヤードのゲインとしています。4ヤード獲得しました。ランニングバック10番は三島、北海道工業大学出身。三重ファイヤーバード相手陣29ヤードからセカンドダウン6。再びダイブプレー、さらに中央へのランプレーを重ねます。ランニングバック10番三島、さらにこれで約4ヤードのゲインを重ねています。ダイブプレーでの4ヤードは極めて効果的なゲインと言っていいでしょう。三重ファイヤーバード相手陣26ヤードからサードダウン残り3ヤード。三重ファイヤーバード、ファーストダウン。ショットガンフォーメーションからピストルフォーメーションのバックスに入っていた7番、左オフタックル駆け上がり攻撃権更新です。ファーストダウン、見事攻撃権更新果たしました。三重ファイヤーバード7番は金沢、兵庫県立大学出身のプレイヤーです。三重ファイヤーバード相手陣22ヤードの位置に入りましてのファーストダウン10。ランニングバック7番、ハンドオフ託され左オープンへのランプレー、相手のディフェンスの間合いを抜きながら約5ヤードのゲインを果たしています。4ヤードのゲインです。キャリア7番は金沢、兵庫県立大学出身。三重ファイヤーバード相手陣18ヤードからセカンドダウン6。パス不成功。クォーターバック9番、ここでワイドレシーバー80番にパスでしたが、このパスは合わずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。ここでホイッスル。三重ここで後半2回目のタイムアウトを使います。三重ここを勝負どころと考えましたでしょうか。ここで2回目のタイムアウトを使いました。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画により
すべてのチームおよび画面に映し出されたさまざまな方々のご支援、ご記者によりましてこの配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。これによりましてこの会場にお越しになることができなかった方々にもこの試合をご覧いただくことが可能となりました。また会場にはこの悪天候の中数多くの方々にもご観戦にお越しいただけております。配信をさせていただくものとして大変嬉しく思います。その期待に応えんとするか両チーム白熱した攻防を続けております。さあ三重のタイムアウトを解けまして試合再開となります。ボールオン相手陣18ヤードから三重サーダウン6。さあ中央へのランプレーで突破を図りましたが、これをクラブベアーズディフェンスライン92番、そして44番がカバーしましてこのランプレーを阻止しました。フォースダウンと変わります。クラブベアーズ44番は谷川、東海大学出身、92番は山中、京都大学出身。三重フォースダウン6でフィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。スナップミス。なんとか自ら抑えましたが結果的にはフィードゴール失敗となります。この位置での攻守交代となりました。クラブベアーズ青谷さらに追加点を許すところでしたが、しかし結果的にこれにより陣地を大きく取り返して攻撃権奪取という形になります。クラブベアーズ自陣45ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック12番左に固めたレシーバーに目がけてパスを投じましたが、しかしこのパスは不成功となっています。ダウン1つ失いセカンドダウンと変わります。クラブベアーズセカンドダウン10、ボールオン自陣45ヤード。パス成功。クォーターバック12番プレッシャー浴びながら見事なステップワークでワイドレシーバー6番にパスを通しました。これにより約6ヤードのゲインとしています。パスを取りましたワイドレシーバー6番は杉田、日本大学出身。クラブベアーズ相手陣49ヤードに入ってのサーダウン4。パス不成功。クォーターバック12番プレッシャー感じながら右スプリントアウトでパスを投じましたが、しかしこのパスは不成功です。フォースダウンと変わります。いえ、失礼しました。クラブベアーズ相手陣49ヤードからフォースダウン4。プレーを実行します。フォースダウンギャンブル。パス成功。ピッケーファーストクォーターバック3番ここでミドゾーンにパス、これをワイドレシーバー85番キャッチ、一気に独走し大きく前進。クラブベアーズファーストダウンギャンブル成功。見事パスを取りましたワイドレシーバー85番西江。
大阪教育大学出身のプレーヤー、見事なプレーでした。エイジ50、50歳のプレーヤーがここで躍動しました。さあ、ここでエンドゾーンに行った。インターセプト。ここで一気にタッチダウンでのパスを閉じましたクラベアーズ。しかしそれをもぎ取ったのは三重32番、インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。素晴らしいインターセプトしましたのは三重ファイヤーバード32番の久保。今季新規加入しました兵庫県立大学出身のチームの文字通りエースプレイヤーとしてすでに活躍している素晴らしいプレーを見せました。これにより三重自陣20ヤードからの攻撃と変わります。三重ファーストダウン10。さあ、フルバックのダブルプレー。何枠10番の突進力によって約3ヤードのゲインを果たしています。またボールを持った選手が中で倒れているため時計が回り続けます。キャリア10番は三島でした。北海道工業大学出身。現在フィールド上と時計の誤差が生じております。画面上の時計は約15秒ほど進んでおります。ご了承ください。さあ、しかしこれはクラブベアーズディフェンスライン踏ん張りまして阻止しております。ですが中で倒しているため時計は回り続けます。タックルしましたのはクラブベアーズ77番のコルトン・ラニアン。テキサス大学、ケンブリッジ大学出身の元スモール力士プレイヤーです。ここでホイッスル。ここで負傷者発生によるレフリータイムアウトが入っております。この間に時計の方も調整させていただきます。試合時間は残り時間1分57秒となっています。ワイオ様、メッセージありがとうございます。28番というのはおそらく広島というよりは三重ファイヤーバードの28番の選手のことではないかと思いますが、どのようなプレーであったかはちょっと定かではありませんが、少なくとも審判団はそれを反則とみなしておりませんでした。そのまま正規のプレーとしてプレーは継続されております。さあ、試合再開となります。三重ファイヤーワード自陣24ヤードからサーダウン6。さあ、三重はできるだけ時間を消費したいと作戦タイムをギリギリまで取りました。さあ、そして中央ダウンプレー、ランニングバック7番の総力によりまして攻撃権更新です。三重ファイヤーワードファーストダウン、1回目の攻撃を獲得することに成功しました。ここでクラブベアーズ後半2回目のタイムアウトを取ります。このまま試合時間を消化してしまうと攻撃権得られないと判断し、ここでタイムアウトを取りました。時計は試合時間残り1分29秒で止まっています。クラブベアーズとしては何としても攻撃権を確保したいというところではありますが、しかし逆に言いますと三重ファイヤーバードはここでランプレーにより時間を消化しきりたいとも考えております。この攻防が果たしてどちらにとってプラスになるでしょうか。残り1分29秒の攻防をご注目ください。三重ファイヤーバード自陣31ヤードからファーストダウン10。
さあ中央のランプレー、フルバック10番の突進力にかけました。これによるランプレーは1ヤードですが、しかし時計が回ります。ここでホイッスル。クラブベアーズ、ここで後半最後のタイムアウトを使いました。時計は残り時間1分14秒で止まりました。この結果、クラブベアーズは時計を止める手段がなくなった形になります。三重のこの残り3回の攻撃を果たして食い止めることができるでしょうか。試合再開となります。三重ファイヤーバード、自陣33ヤードからセカンドダウン8。試合時間残り1分14秒。中央へのランプレー。さあキャリア7番中で倒されましたが、時計は回っております。ゲインは約5ヤード。さあ三重サードダウン3の状況になります。ボールオンは自陣38ヤード。試合時間まもなく残り40秒を切ります。さあ中央のランプレーはどうだ。攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファースター、ランニングバック7番味方オフェンスラインの壁に押される形でそのままなだれ込んで攻撃権更新としました。三重ファイヤーバードファースター。三重ファーストダウン10となっておりますが、そのまま作戦タイムに入っております。クラブベアーズに時計を止める手段はもう残っておりません。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、クラブベアーズ7点、三重ファイヤーバード20点で、三重ファイヤーバードの勝利となりました。X3 リーグ B ブロック最終戦となりましたこの一戦。最後にその白星を挙げる形に成功しましたら、三重ファイヤーバードとなりました。常に人材厳しい状況にある三重、しかしこの最終節におきまして素晴らしい戦力を手に入れ、古豪クラブベアーズに見事完勝という形で勝利を挙げる形に至りました。素晴らしい戦いぶりでした。対しましてクラブベアーズは残念ながらこれを敗戦という形で終わる形になります。しかし今節です。双方とも素晴らしい戦いでした。ナイスゲームでした。キュウリ55LB 様、海外からのご観戦ですか。ありがとうございます。オクラホマからのご観戦、大変光栄です。この配信を実施した甲斐がありました。ぜひこれからもご注目ください。そして来年復帰されるご予定ですね。そのプレーぶりぜひ期待したいと思います。
かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てにこの次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして続きへと進む、この物語の続きを楽しみとしつつ、ここでこの配信は一旦終わらせていただきます。本日は前半私たちの方の危機トラブルによりまして配信が滞りまして大変ご迷惑をおかけいたしました。後日この前半戦第1クォーター第2クォーターに関しては、私のブログの方で録画したものを編集させていただき投稿させていただきます。ぜひそちらをご視聴ください。素晴らしい一戦でした。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。その配信担当しましたのは私道楽屋リチャでした。それでは失礼いたします。